recommend that they work for it. I know. まあ自分にとってもすごい印象深いコースなので、まあ、やっぱメリハリのあるゴルフがしたいです。緊張は意外とないです。2年前に、まあ、アジアアマで優勝したコースで、まだこの場所でプレーできることができてすごく嬉しいですし、ワクワクしてます。まあ、とりあえず暑さにやられないような対策を練習ラウンドから取って、あとはヤーデージも2年前とはちょっと違ってたりするので、ティーショットの確認だったり、まあ、2年前とは違って JGA で学んだことっていうのがすごい、マネジメントとかも前とは変わったりしてますし、その辺の再確認というかを練習ラウンドで行っていたっていう感じです。男子のスコアもを見る限りも、やっぱりこのコースでも伸ばし合いかなっていうふうに感じるので、できるだけ取りこぼさないように、まあ、自分自身チームに貢献できたらいいなっていうふうに思ってます。いやー、もうなんか一ホール一ホール回るたんびに、なんか思い出が蘇ってくるような感じです。全体的にちょっと短くなったイメージがあって、で1ホールだけパー3で50ヤードぐらい伸びたところがあって、まあ、そこはちょっと戦略的にいかないと、まあ、パーが取れないかなっていうイメージ。まあその1回試合してるっていうアドバンテージが、まあ、あると思うので、ちょっと難しいホールと、まあ、ぐいぐい攻めていかないといけないホール、パー5とか結構イーグル狙えるホールもあるんで、まあ、そういうとこのメリハリをしっかりしてボギーを減らしてバーディーを増やしていくような感じにしたいなと思います。結構知ってる選手も多くいて、世界ランクの上の選手たちが結構いる中で、少し喋ることができて楽しかったです。去年からすごい出たいなって思ってて、すごいこの舞台に立ててすごい嬉しいです。パッティング次第ですけど、今結構ショットがいいので、うまくいけば結構出ると思います。最高だと思います。なんか
雰囲気とかはすごいいいんじゃないかなっていうふうに自分は感じていますし、まあ、2人ともすごい強い選手なので。ラウンド中もトレーニングとかするときもすごいいい雰囲気で、瑞希ちゃんとかが結構引っ張ってくれてて結構楽しいし、あの一番年下で入ってるんですけど、あのすごい輪に入りやすくていいチームだと思います。Team strategy is, I think obviously the first day will, I think everyone will get a feel for the scores. I don't think they really know. I think the scores should be really low. So I think players need to be ready to go. They need to be looking for birdie opportunities straight away. I don't think it's going to be difficult this week. So it's going to be who can settle in and start playing well quick. That's my prediction, providing the weather stays as it has. Well, my expectations with all the Japanese players are just to give their best. And if they do that and their preparation was good for the month leading up to it, we'll get a great result. So, 2年前なっていう思いもありますけど、まあ、過去は過去なので、しっかり今の自分と向き合って楽しんでプレーできたらいいなと思います。チーム戦ってなるとやっぱ本当一人の一打がチームに影響すると思うんで、本当一打一打大切に、かつ攻める気持ちを忘れず頑張りたいです。今年も結構あの夏暑い時に調子が良くて、暑いの好きなので4日間暑いの続くと思うんですけど、うまくいかないことの方が多分多いと思うんですけど、あのそこで自信を失わないように4日間自信を持ってプレーしたいです。